皆さんこんにちは、キニです。今回は、はい、インカージョンプライム1クロメネミズ、あれですね、要は止まらないやつですね。敵が、はい、進行し続けるっていうやつですね。至って簡単なので頑張りましょう。はい、来ました。はい、You can A B stop の止まらない止まらない、はい、ではビルドしていきましょう。止まらないなら来る前に殺せばいいっていう考えですはい、大丈夫だ、問題ない。で、今回使うのは、ドライアドさんですね。反応しているかな。いいね、はい、はい、よいしょ。こっちは3つ設置します。3つね、はい、はい、 OK。 いいね、はい、で、ここだけ、4つ設置します。ここ4つね、はい、オッケーはい、オッケー、思い切っていくか。いいね、はい、反応よし、はい、オッケー、はい、では、対空は、自身で、見る必要があります。はい、なんで対空しっかりできる子セットしておきましょう。はい、レッツゴー。こんな感じだ。いいですね。はい、じゃあ対空しっかりやっていきましょう。でね、ここアサシンが出るから気をつけましょう、アサシンにも。はい、アサシン来ました。やっぱり厄介だよね、アサシンが。何が厄介って、アサシンだからねはい、対空さえしっかりしてれば、地上の敵に対してはスライムが頑張ってくれるので問題ないと思います。ノープロブレムだ。オーガが出てきていない。どうした、どうした、オーガ
前の力はそんなものか。なんか出てこれてないみたいですね。これはこれで助かる。当たんないな。当たあ、オッケー。はい、じゃあ強化していきましょう。しっかり強化していきましょう。次は、ダークマージですね。はい、強化します。はい、ここもここ出ないのか。はい、余っちゃったらもう木強化してもいいかもしれないね。まあでも DPS 出すためにまずはスライムですね。はい、エコボルトとコボルトラッキーです。はい、レッツゴー。もう手前ぐらいでやれてますね、ほら。うん、スライム強い。さすが。オッケー。はい、対空をしっかりしましょう。はい、オッケー、オッケー。ダープマジいっときますか。ね、あそこで遠距離投げてるんだよね。はい、楽勝。はい、また強化しましょう。ブタさんが来ます。ブヒブヒ。金強化しておきましょうか。まあ大丈夫だと思いますが。船長か、船長か。ドレッドボーンもなかなかね怖いので、100の腰で。じゃあ金強化しましょう。まあ、大丈夫だとは思いますが、200だしね、ティア4だし。よいしょ。はい、行きます。レッツゴー。で、私たちは体育見えます。オッケー。朝シーン目、朝シーン。オッケー。いいですね。船長もやれるかな。あんなとこまで行ってる。いいですね。遠距離厄介だな。オッケー、ナイス。
次が骸骨、大丈夫ですね。骸骨と豚とローラー、OK、問題なくいけそうです。はい、レッツゴー。虫、よし、OK、いいね。虫は木狙ってくれるからもう別に問題なくこっち来るでしょう。あの子は来ると思うんだけどね。ほら木向かってるよね、こっちに。オッケーオッケー。あ、じゃあ小物でやりましょうか。これをしっかり処理しましょう。多分出てこれる。よし、出ないだろうな遅いな。オッケー。はい、じゃあまた下でヘックスが投げてるのでもうマックス強化になってますね。うん、オッケー、いいね。まあでも強化はしっかりしておきましょう。船長とドラケンとボーガと、はい、いいね。行きましょう。対空がめっちゃ出るので今回ちょっと気をつけましょう。まあ最終ウェーブなのでね、まあ最悪サブコアが壊れたとしても問題ないかな。優しい。オッケー。優しい。あの木が壊れるとまずいな。なかったのか何だったんだ今の。オッケー。はい、対空しっかり処理しましょう。すごいたくさん来てるアンチエア入ってたらね問題なくやれるから。はい、はい、オッケー、楽勝ですねはい、終わりました。ランラン問題なくいけましたね。はい、リングオブウィンドウ出ました。はい、じゃあ装備ご紹介します。今回使用したのは、ドライアドの、ワールドツリージャガーノート、オートリペアシステムですね。これが強い
はい、あとフォーティフィケーション、はい、でスライムが新しいシャードですね、新しく追加された、これ強いのでぜひ強化してもらいたいですね。と、マスデストラクションとデストラクション、はい、アンチカオスディフェンスレード、アンチメレーですね、はい、とホイールゲイザー、はい、ブーストオーラー、バフビームと、リフレクト、なんでこれスタンディングリベレーションの方入ってんだろう。まあこれまあ何でもいけると思いますよ、リフレクトは。はい。で、文句の装備ですね、今回。はい。アンチエア。これが重点ですね。ぜひ。こんな感じで。はい。はい。今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てね。バイバイ。